ご覧いただきありがとうございます。ちゅんちゅんです。昨年5月にお迎えの記録があるんですけど、購入後すぐこの鉢に植え替えたかどうかはわからないんです。インスタを1年分遡ればおそらく判明するんでしょうけども、今日はぐるぐるの対比画面が出てしまったんで諦めました。1日3投稿とかしていた時期もあるので、結構遡るの大変なんですよね。まあ、その点 YouTube は検索ワードを入れれば一発なんで便利です。もっともインスタの方でもハッシュタグチュンチュンの植え替えとか特殊なタグ付けをしたら探すの楽になるかもしれないんですけど、そのタグ付けも自分自身徹底できないんですね。面倒になっちゃって。だからといって YouTube の方が絶対いいかっていうと、編集作業は YouTube の方が格段に手間がかかるし、まあ一長一短ですね。とつらつら述べているうちに植え替えできちゃいましたね。セメント鉢にネット底石なしの小粒の赤玉3、鹿沼軽石各1、オルトラン仕込みのモスポールには赤玉の大粒を入れました。左に置いてあるのが当初の鉢で一回り大きくしました。2ヶ月後2株植えたうちの片方が肥料切れなのか黄色くなっちゃったんです。切り戻ししてカット枝も使いながら仕立て直そうかと思ったんですけど、オルモストシルバーって種苗法で増やしちゃいけないっていう品種らしいんですね。でも農水省のリーフレット読むと権利者の許諾があれば大丈夫のようなので問い合わせてみました。カット枝を仕立て直して使う分には大丈夫ということでしたので、安心して楽しむことができます。ご覧いただきありがとうございました。